宮里蘭さん、ブーフショットを初投稿、ラブラブかびっくり素敵な写真など反響き。女子ゴルフで元世界ラキング1位の宮里蘭さん34が2日自身のインスタグラムを更新。2018年に結婚した雑誌かしたヤ竿や匠さんとの2ショットを初公開した。 宮里さんは明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。と、新年の挨拶を述べ、愛猫の点々で顔を隠す夫婦ショットをアップ。ハッシュタグをつけ番号を2020番号初家族様番号点々動きかぎて番号相手のこの写真と綴った。 フォロワーからは素敵な写真ですね。愛知や旦那様にゃんこの家族写真素敵。ラブラブかびっくり。癒されました。など反響きが寄せられている。ランさんは2017年9月に現役を引退。 33歳の誕生日だった18年6月19日、愛さんが米ツアーに本格参戦した2年目の7年からマネジャーを務めたザチカシさんと結婚した。2000大スーパーサブ吉田が決勝ヘッド、04年度以来の3回戦へ死んで、 第98回全国高校サッカー選手権第3日逆三角2回戦仙台育英1-0高川学園2日などなど力陸上競技場仙台育英宮城は高橋川学園山口に1-0で勝ち2年連続で敗れていた2回戦を突破 途中出場の FW 吉田健太2年が後半32分に決勝ヘッドを決めスーパーサブの動機を見せた。右手を力強く突き出して喜びを爆発させた仙台育英吉田の下へチームメイトが笑顔で駆け寄った。後半32分左からのクロスを頭で合わせてケツマサルテンをゲット。 ヘディングはあまり得意じゃないんですと話したが、大事な場面で決めた決勝ゴールに吉田は大きな大会で点を取ったことがなかった。2大会連続で敗れていた2回戦でマサルリシー県政では16年旅の肘りは学の以来、仙台育英としては4年旅以来の3回戦進出だ。 嬉しいです、と満面の笑みだ。二年生になり途中出場の機会が増えたが夏頃までは結果も残せずに怒られてばかりいた豊田。そこで再確認したのは自らのたけし器であるスピードを活かしたプレーをすることだ チームでもトップ級の即さを持つ吉田は味からが蹴ってからでも DF ラインの裏へ抜け出せる。前へ向かうプレーを続けてチームに勢いをもたらし試合の流れを変える後期に絡んだ。今大会も一回戦の五条なら戦では後半九分からこの日は後半回始めから二トップの一角で途中出場。 ボールに触る機会は少なかったが自分は悪い時10番へ従ってしまう。我慢して前にいた吉田と経験を活かし後期を呼び込んだ。スーパーサブとして結果を残した2年生 FW に重複警官ただしもスピードのある吉田を入れたことが結果的に良かったと評をした。 日大藤沢神永と追育差する3回戦差日へ吉田はとにかく走ってシュートを意識して数少ないチャンスで決めたいと宣言強敵相手でも走りまくって得点を狙う3青森山田6発解消 J1 浦和いサダムの MF 竹下から4発 第98回全国高校サッカー選手権第3日逆三角2回戦青森山田6-0与那子北2日 NACK5 スタジアム大宮青森山田青森は6-0で与那子北鳥取宮省 J1 浦和内定の MF 武田秀俊3年は中盤で攻撃の中心を担い2得点。前半36分、武田のパスを起点に生まれた U-16 日本大表の MF 松木癖、九龍1年のコールが大量得点の口火を切った。 エース武田がフル攻撃のタクトが与那ゴキの守る利を砕いた。0-0の前半36分、竹下が相手を引きつけながらボールをキープし、右サイドの MF 古藤健太3年エパスを繋いだ。古藤のクロスを1年生 MF の松木が頭で合わせて先制し、人志向が破られた。 選手権デビュー戦でコールを決めた祭りに黒田豪監督49も1年の時の柴崎。竹日本代表 MF より肝が据わっていると世界を毎代に戦う先やからの名前を足して称えた。後半開始早々の相手のミスも見逃さなかった。 相手 DF が点倒し、こぼれたボールを拾った竹下がドリブルでボールを運び、左足で距離を詰める GK の素性をエツエルシュートを放ち追加点。反撃に転じようとしていた相手の出鼻をくじき、試合を完全に支配した。 2マイナス0の後半20分にも武田の FK から相手に当たったこぼれ球に反応した DF 神田雄星3年が得点。同22分には後藤のクロスから FW 田中翔太3年が押し込み、さらにリードを広げた。 同28分には孤藤にもゴールが生まれ、最後はロスタイム4分に途中出場の MF と苦悩創生3年。耐えた PK を武田が冷静に左足で決めてダメ押しの6点目を挙げた。 試合序盤こそ J1 を置いたないサダムの相手 DF 高橋優勝3年を中心とした粘り強い守りに苦戦したが、攻撃を先導する武だ田だと松木の活躍がチームに誠意を与えて圧勝した。シュートはわずか4本に抑えた。守備でも総手にほとんどチャンスを与えず感風。 黒田監督は武田へのマークは厳しかったが、それを外し利用して点を取れた。二点目で相手は意気承知した部分もあったと思う。波に乗っていけたとエースの活躍に目を細めた。三日の三回戦は今夏の全国高校総体で準優勝し、た競合、富山第一と激突する。 武田は最後まで学ぶことをやめずに優勝へ近づいていきたい。最後の大会集大成を見せると気合いを入れた。隙を見せず一戦必勝でレン屋の階段を登る。四中央と力を分ける必要性はない。明けましておめでとうございます。 大晦日まで多い元日から川崎と競馬の仕事をしていれば休み散らずの生活を送る。だからこそ月日が経つのは早く感じる。私は北海道競馬の開設を始めめたのが平一年なので開設業は二十年目を迎える。以前は中央と地方を分家隔てしようとする風潮があり、 北海道競馬の解説者という点で地方の人だよね、という言われ方をされていた。しかし IP アットで地方競馬が買えるようになってからそのような意識付けは薄らぎ。中央の記者も地方競馬の予想を当たり前のように行う時代になってきた。 そもそも、セリウマは生産育成競争のサイクルの中で様繰り返しなドラマを生んできた。そこに中央と地方を分ける必要性はない。近年は競争馬市場の熱気がすごいがビッグバイヤーが増えていることはもちろん、地方競馬の馬主に元気が出てきたことも一つの要因に挙げられる。 昨週、中央に移籍はしたが、ハッピーグリーンのように。セレクトセール出身馬が北海道競馬でデビューし、中央を目視すといった流れも時の変遷と現営用。今年はオリンピックイヤー。競馬界にとっても日程面など多少なりとも影響は受けているが、愉快的なスポーツイベントの成功を願う上で、 すでにスケジュールを発表した後に札幌と菅館,館の開催を入れ替えたことは英断だったと思う。札幌競馬が6月になったことで5月下旬から入駅できるようになるため札幌競馬場で行われるトレーニングセールが 例年より一週早い5月12日大会長協は1 1日に見施されることになった。記者の配置など新聞をのおの者も対応に追われるところだと思うが例年と違う JRA 北海道シリーズがどんな開催となるのか楽しみだ。改めまして20年が皆様にとって良い年になることを祈り念します。